はい、一郎です。今回の企画はあやちゃんにドッキリを仕掛けてみたいと思います。あやちゃんどんな反応するでしょうか。はい、大成功だね。大成功です。いや、これやりたかったんだ。だからタイヤついてると、うん、エアサスこう映んないじゃん。映んない。どうなってるか実際分かってなかったですね。だから上げ下げする時のこう状態、はい、をリアルタイムに撮りたくって、うん、今回この企画をしました。はい、大成功。大成功です。これでもね、エアサスっていう仕組みが、うん、よりなんかこう明確にこうイメージできるんじゃないかな、こういう映像見ると。まあ、そうですね。ね、うん、うん、あ、質問。はい。エアサスがその、うん、今のこの膨らむところがエアバッグのところがあの切れちゃったりパンクみたいになっちゃったりすることってあるんですか。これは多分おそらくパンクになることはないかなと思う。そうなんですか。っていうのが10トントラックでもエアサスやろ。劣化とかは、だって10トントラックなんかもっと長いこと使うもんね。どのくらい使えるもん。もう車と同じぐらいもずっと使ってくれる。まあ以上に多分あるんじゃないかな。ああ、そうなんだ。そのメルセデスベンツなんかも純正でエアサス使ってるし、はい、テスラ、うん、はい、あれもエアサス。そうですね、ついてますね、うん、で基本構造こういうエアバッグだ。うーん、だからそのエアバッグがそんな耐久力がなかったら純正採用されないから、このエアバッグがパンクするっていうことは、まあ中にはあるんだろうかもしれんけども、そんなのおそらく実際リコールがあってもさ、うん、なんかの不具合が生じた場合、うん、リコールになるけど、その生じるってこと経験しなくたってリコール受けるでしょ。まあまあそうですよね。だからそういう風になってる人の可能性ってごくわずかでもリコールするみたいな、うん、そのごくわずかでもこれはないんじゃないかな。なるほど。でも普通にカッターとか刃物で切ったら切れちゃうものですか。やってみよう。いやいやいや、これを今のこれを、ねえ、多分ね、いや多分、どうするんですか、使い物にならなかったら。ちょっとどんな強いかやってみようか。えぇ、ちょっと見て。言ったこと後悔。これでしょ、これ。え、やだ、嘘でしょ。ダメ、嘘でしょ、やめてください。じゃん、なん、もうちょっと待って。ネタネタ、 YouTube ネタ、そこはもうちょっとカッターかすめ。ちょっと待って、本当にやったと思った。やっぱり一応 YouTube だもんね。こういうネタ欲しいでしょ、みんな。違う、こんなねえ、だってうわマジかみたいな。めっちゃ汗かいたからねえ、だからそれはやっぱりちょっと YouTube ネタいうことで勘弁して、そこは面白くおかしくやったんだからさ。だからいいこと言ったなと思ったんだよ。うん、まあそんなんやるわけない、うん、これはでも簡単にやったら言えるでしょ。めっちゃ腹立つ。ああ、もうさっきの怖かった。え、ナイフ？まだ怖いの？本当に言ったこと後悔しましたもん。嘘、本当に本当に刺したと思ったん？本当に嘘でしょみたいな。でも内心、あ、強いなみたいな。まあ、マジでいけんのとか思ったけど。さすがだわ、本当に。あやちゃんは本当に YouTube 向き、マジで。本当に怖い。いや、素晴らしいです。でも YouTube のネタ的にはバッチリでしょ。いや、言われればね、うん、そうよ、こんな事前に言ってくださいよ。いや、それやったらさ、え、ちょっとやっぱり演技力必要になってくるじゃん。まあ、まあ、まあ、あのリアクションはなかったよね、多分。私、途中多分、そう、怒りすぎて途中撮るの下向いてて気がする、カメラが。もう怒っちゃう。はい、はい、ドッキリどうだった。ドッキリ最悪です。めっちゃ驚きましたよ。本当に刺しちゃったかと思ったんで。もうだって、もうあの時もうプンプンに怒っとったよね。めっちゃ怒った。私すごいこと言っちゃったと思って、もうすごい、うー、なんてことしてくれんのみたいな。そう、だからちょっと落ち着くために、今これ締めのムービーは違うヒントって、あやちゃんの服が変わった。いや、めっちゃビビりましたよ。いや、いや、でもね、あのね、本当にありがとうね、もううまいことこのなんか耐久性の話してくれて。
まあまあその話の流れに持ってかれちゃったんで、そう見ちゃったんですけどね、まあ、ちょっとあの初ドッキリということで、はい、はい、だいぶ驚かしちゃってごめんなさい本当です、いいですまあ時々、あ、いかんわ、時々ドッキリしようねって言うと時々、うん、あやちゃんびっくりせんくなるもんね、あ、またドッキリだみたいな。まあそうですね、いつも構えてて、なんか何に驚いていいのかが分からなくなりますね。そうだよね、はい、だからちょっとドッキリっていうのはここでは言わん方がいいな。そうですね、うん、じゃあもしかしたら私が仕返すかもしれない。マジでいやだけどさ、たまにこういう多分ね、ムービーは視聴者の皆さん喜ばれるかなと思うんだけどあやちゃんかわいそうとかいうコメント入っちゃったらどうしようねそんでも社長ドッキリさせろみたいなねじゃあみんな案いただければちょっと参考に。あーそうか、 OK 分かった、じゃあ今度、はい、あやちゃんがドッキリ仕掛けてよ。いいですね、うん、じゃあ皆さんちょっと協力していただいて案ください。何ネタ、ネタどんなのだったら社長が驚くんじゃないかとか、こういうドッキリやってほしい社長にみたいなのはあれば。てかそのコメント俺も見るよ。ダメだよ。あ、嘘。じゃあ最初にもしその案をくれるコメントの人がいたら、視聴者さんがいたら、そのこんなドッキリやってほしいでだいぶ下に下がって、続きを見ないと見れないようにしておいてもらえれば、そういうのは社長に見ないでくださいと伝えとくんで。あ、下まで行くなと。そう、マジですか。その社長へのドッキリとかを題しといてくれて、下にスクロールしてくれない。あ、それは俺見ちゃダメってことね。そう、そういうのは見ないでくださいはい、はい、またね、今回もね、はい、まあ、最後まで、今回ちょっと短いもんですそうですね、はい、はい、まあ最後まで見てくれてありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、またね、こういうちょっと面白い企画もたまにはい、やっていけたらと思いますので、思います。はい、よかったら、はい、チャンネル登録の方お願いします。よろしくお願いします。